皆さんこんにちは、しおとみはじめです。今回は E531 系の新しい制服の噂について皆さんに紹介していきましょう。なんと E531 系が新しいところで走り出す噂っていうのが出たんですよ。今回はこのことについて皆さんに紹介していきましょう。まず推測の話をする前に E531 系の過去について振り返っていきましょうか。 E531 系は主に常磐線を走るために生まれた金庫列車っていう感じですね。もともとは上野から四ツ倉までと水戸線を想定して電車が使えました。ですが結局のところ E531 系の導入が415系を上野から追い出したとなると、残念ながら上野から高萩以外しか原則走れず、導入当初の想定区間であったいわきとか福島方面まで運行することって大相違がなかったですよね。また水戸線も同様に大相違以外で走ることはなく、残念ながらあまりちょっと E531 系が導入当初よりもなんか全然うまく活躍できなかったなっていう風な印象がありましたね。 E531 系はもともと415系の中でも特に古かったであろう高性車帯の電車を置き換えることを優先して作りました。指定電車については一部電車がいわき方面の電車に回されたとか、他にはまさかの JR 九州にお引越しっていう編成もありましたけどね。この時点では指定電車がそんなに代替されず、まだまだ活躍してましたね。ちなみに導入当初 E531 系はグリーン車を持ってませんでした。おそらく導入直後くらいに決定したそうで、 E531 系のうち初期の編成についてはグリーン車が付いてない状態で営業運転をすることもあったんですよ。グリーン車自体は415系や E501 系が上野から消えた後に実施されましたが、今でこそ当たり前のあの E531 系のグリーン車、実は昔は付いてませんでした。グリーン車が付いた当初っていうのはそこまで特に415系専列車を交換することは意識してませんでしたが、2010年代に入ると今度はまさかの専列車の機会も意識し始めました。実際ウェルトキュラによる増発とかも変えて E531 系が結構作れました。また2015年2月頃からなんと常磐線の E531 系がまさかの高萩以北への導入が開始されました。これによっていわきから先当初導入撤回だった四つ倉を越えて下の浜まで運行する電車もあったんですよね。さらにびっくりすることに自動放送が導入されてから1ヶ月足で更新されました。どうやら昔から一応おそらくですが原町方面まで自動放送が対応してたっていう風に想定されますが、高萩北に乗りたのはほとんどなく、こんな感じで自動放送が特に古いバージョンで、しかもいわき北まで自動放送が流れてこけはなかなか珍しいなっていう風に思います。こんな感じで結構珍しい自動放送も導入当初あったんですが、このような感じで415系の電車を残り全部交換していきました。また水戸線の運用も開始しており、水戸線での定期電車も誕生しましたね。このような感じで常磐線に導入が進んでいきましたが、なんと2017年からは東北本線にまで導入されました。まさかの東北本線まで導入対象が拡大って感じで結構びっくりですね。こういう風にどんどん運用範囲が広がっていきますが、なんと最近さらに運用範囲が広がるんじゃないかっていう噂をゲットしました。これが本当かどうかは知りませんが、次はこのことについて検証していきましょう。なんと E531 系が仙台に乗り入れっていう噂があったんですよ。しかもこれ臨時ではなく定期として運用するそうですね。一応入場とかで仙台までの自走での走行実績はあるんですが、まさか定期列車で走るのは結構びっくりですね。というのもこれまでは定期列車で運行するとかそういうことは E531 系一度もなかったですから、びっくりです。このような感じで仙台駅での営業運転は初めてになりますが、果たして営業運転は大丈夫でしょうか。このことについて考えていきましょう。まずはそもそもどうやって営業運転の列車を確保するのかですね。どうやら噂元では東北本線の運用をこの仙台地区にシフトするっていう風に言ってました。どうやら東北本線のあの新白川から黒磯までの県境をまたぐ運用が相当側だからちょっともったいないじゃないかっていう風なことを言って、その結果 E531 系を仙台地区まで転用しようっていう案があるらしいですね。どうやらこういう根拠から仙台地区に行くんじゃないかっていう風に言ってました。他にもどうやら合理化をするっていう JR 東日本の発言も、今回ならこの仙台地区で導入をするっていう根拠だってそうですね。どうやらそういう風な感じで E531 系をこっちに持ってきて合理化をするっていう風に言ってました。さらに言っちゃうと E531 系を使って仙台近郊常磐線の701系を追い出して701系担当の運用数を減らし、701系の中でも特に状態が悪い編成を廃車にしようっていう予想まで噂元には書いてましたね。701系の中でも特に古い初期の編成については登場してからそうそう30ですし、まあそうそうそういうこともなくはないのかなっていう風に思っちゃいますね。やっぱり30年ほど経過すると209消せないってこともあり、ちょっとやっぱりなんか早々廃車にしないと状態がやばいじゃないかっていう風な噂も流れています。まあ実際209消せないといっても
車体の厚みはいい2歳地形と同じだったりとか、なんだかんだ言って耐久性は実は高かったりもするんですが、初期の平成についてはそれでもやっぱり登場してから年数は結構経ちますし、なんだかんだ更新してからも年数はそこそこ経つんで、まあ、そうそう廃車にするのも別におかしくないかなっていう風に思いますね。もしもこれが本当だったら、これまではちょっと不幸なことで事故にならない限り廃車にならなかった701系もそろそろ余剰廃車当てるって感じですね。ここまで E531 系の仙台駅定期運用ができるのかっていう噂の母島情報を紹介しましたが、これが本当に妥当かについて考えていきましょうか。おそらくもしも仮に営業員数場合一番問題であるのがかさ上げですね。というのも実を言うと常磐線は特に原沼地方を中心にホームの傘が結構低いケースがあるんですよ。傘が低いってことは、要は従来の通勤電車とホームの間に隙間ができやすいっていうことがあるんですよね。とはいえ傘上げされる前に普通に首都圏向けの規格の高い電車が走ってことはあったんですが、まあそれでも最近は結構バリアフリーとかもうるさいですし、まあそういうこと言われたら結構 JR もなんか反論するのは簡単じゃなかったりするんで、ホームの段差が結構大きい駅では結構大変そうな雰囲気がしますね。ちなみに701系は車内にステップ E721 系については車両層のものの高さを下げることによってステップを廃止するっていう感じでなんとか対応しましたね。ただ一方 E531 系についてはこういうステップ関連の対策はされてないんで、ちょっともしも乗り入れようと思ったらこういう対策が必要かなというふうには思いました。ちなみにこの懸念点については噂元にも書いてましたね。おそらく多分この火災が解消できて、かつ運用数がそれなりに確保されれば一応可能性としてはあり得るかなっていうふうには思いますね。ただその一方でこの運用数について実はさっきの噂では結構親っていう点があったんですよ。噂元ではさっき紹介したように東北本線での運用変更で運用本数を捻出するっていうふうに言ってましたが、 E531 系の運用ってそもそも東北本線では結構少ないです。確か臨時含めても3運用とかそんな感じですよね。そのためなんかそもそもの発車仙台までの運用に回すほどなんか電車は平成数でゆとりあれかっていうふうに思いますね。まあ一応そういうこともあってか噂元では一部だけ変更するっていう風に言ってました。ただ一部って言ってもやっぱりちょっと JR 東日本の性質を考えるとあんまりないかっていう風に思いますね。あまり JR 東日本って一部の運用だけを交換して中途半端に入れてくるってことはあんまりないです。昔からあった直通運転とかで例えば総武本線の鳴門乗りとかそういう感じでいちいち数回だけ総武快速線の電車が総武本線の鳴門まで来る運用があるんですが、これについては昔からあったんで昔からの引き継ぎって感じで運行しますね。でもその一方で特にそういうこともなければ中途半端に1運用2運用を用意して無理やり仙台まで直通運転するってことは臨時とかあったらありますが、まあさすがにちょっと定期運用で入れてくるかって言われたら話ですね。また東北本線の E531系自体実は置き換える必要がありません。一見するとあの線区って結構過重層で18切符シーズン外の昼間ではちょっと衝撃的なぐらい人がいないっていうことも知られていますが、まあ正直言うと E531 系の状態の方が実はメリットがあるんですよ。 E531 系の場合って電車で運行するんで基本的に黒磯とか新白河にいる運転手だったら基本的に運行可能ですが、その一方で機動車で運行する場合はやっぱり機動車専用の運転人員が必要です。これ運転配が結構大変ですね。それに加えて実際機動車って2両編成で運行しても E531 系の5両編成とそんなに燃費は変わんないっていう風に思われます。というのも E531 系は5両編成の場合 2M3T って感じでモーター車はいいよって感じですね。電車の中で電気をめちゃめちゃ食うのはやっぱりモーターとか電車を発進させるための装置ですから、そういう装置がついている数が多いほど消費電力は減速高いっていう風に想定されます。そのことを踏まえてやっぱりちょっと今回の機動車の場合って減速機動車は全部がエンジン搭載してますよね。そのことを踏まえるとどっちも実は動力車が2両ってことから、なんだかんだ言って消費電力とか省エネ性はあんまり変わりません。ただ地方では結構機動車が流行る理由としてはやっぱり電化の維持費でしょうか。なんだかんだ言って電化をすると結構維持費がかかるんで電車の本数が多くないとそんなに効果は発揮できません。幸いにも東北本線については電車こそ多くないですが、その一方で貨物列車とかあとは臨時の寝台列車を中心に普通列車以外の電車も結構活用しているため、特になんか電車の本数が多くなくても電化をするメリットは結構残されているため、特にそんなに問題にはなりません。他にもラッシュの時間帯と電車の両数を統一することによって送り込みの回数を減らせますからね。実際 E531 系に統一されさらに結構運用数の調整をされましたし、なんだかんだトータルで見たら E531 系の方がお得なんで、多分しばらくはこの東北本線の新白河をまたぐ運用にこの電車使われてないかなっていう風に思ってますね。合理化についてもちょっともしも仮に運用の合理化をしようと思ったら
わざわざ仙台まで中途半端に導入するかって言われたら結構怪しいですね。もちろん全部の運用を丸ごとこの E5 歳地形に交換したらありかもしませんが、まあさすがにそこまでしようと思ったら、さらに E5 歳地形を数編成作る必要があって結構めんどくさいですよね。合理化をする場合わざわざ E5 歳地形を大量増備する必要も今現在ありませんし、そのことを踏まえたらちょっと親っていう風に思っちゃいますね。またやっぱり合理化をしようと思って運行しようと思ったら、数運用だけ中途半端に E5 歳地形を走らせても、なんか微妙な感じになりますよね。中途半端に他の形式が入っちゃって、なんか微妙な感じだったら合理化とは、ほど遠いっていう風に思いますね。まあ、CT だったらなんか、仙台付近での留置線を活用して、CA に停泊して、そっから早朝に、なんか運用の送り込みで、仙台発とか仙台行きとかそういう運用が、留置場所の関係で、できるだったらまだわかるですが、さすがにちょっとレギュラーでまとまった数、運用をバンバンこなすっていうのは現状の状態では、ちょっと厳しいかなっていう風に思いますね。せいぜいやっぱり、電車の増備とかもしくは、ある程度車両数の確保しないとちょっと、やるのは簡単じゃないっていう風に想定されます。現状では踏切事故等もあって、基本編成が1編成ちょっと被災してるんで、なかなか運用に余裕を持たせるのも簡単じゃないかなっていう風に思いますね。仙台方面の乗り入れは、将来的にゼロではないっていう風に思っていますが、でもやっぱり現状の状態を踏まえると、ちょっと厳しいかなっていう風な節は多いですね。こういう問題が今後解決されるかどうかが、結構注目かなっていう風に個人的には思ってます。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は、常磐線の覇者である E5 歳地形が、仙台までやってきちゃって常磐線の全区間を征服するんじゃないかっていう噂について、皆さんに紹介しました。常磐線の E5 歳地形は、今現在、上野から原町までいっぱい走ってますよね。ですが、これが仙台までさらに来るんじゃないかって噂があったんですよ。まあ、結論としては残念ながらちょっと、今現在の状態では厳しいかなっていう風に思いますね。純粋電車の両数が足りるか足りないかとかそういう問題もありますが、それ以上にやっぱり、そもそも仙台方面まで今現在、延伸してもそんなにメリットがなかったりとか、改造する手間だったり、新しく電車を用意する手間とかそういうことを考えたらちょっとしばらくはないかなっていう風に思っちゃいますね。まあ、将来的になんかもしも並ばれる地形の一部編成を交換する代わりとして、E5 歳地形を運用数を増やすことによって、結果的に追い出すっていう方針でやっていくだったら、まだありますが、まあ、それでもちょっとなんか、やるとしたら、4、5年後って感じで、さすがに今さらこの形式を作るのかっていうちょっと問題もありますけれどもね。まあ、いずれにせよなんかちょっと E5 歳地形を仙台に持ってこようと思ったら、何らかの調整が必須かなっていう風に個人的には思っちゃいました。というわけで皆さん今回話を聞いて、どう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれて嬉しいです。コメントを数際ぜひクリミーでタグを書いてくれて嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、また一緒に収集していきましょう。このチャンネルでは、鉄道に関する未来情報や、将来推測情報についても発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーでは、なんとクリーミーが来ますよ。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。いやみんな、おつクリーミーだぞ。今回はね、はじめちゃんが紹介したいい5歳事件関連してね、私も E5 歳地形に関連した話題を配信するよ。というのもね、E5 歳地形実はね、宇都宮線での営業もね、できるかもしれないんだよなー。というのも実は最近、5月頃にね、新幹線の運行がね、一旦ストップしたっていうね、事件があったんだよ。この際どうやらね、本来は、回送で運行する宇都宮線のね、宇都宮から黒磯間の運用ね、営業低下してね、運行するっていうことがあったんだぞ。しかもね、宇都宮線っていう幕を表してね、運行したからね、結構びっくりだったんだよな。さすがにね、種別については書かれなかったと思いきや、なんと黒磯っていうばっかったからね、普通にね、黒磯行きで運行しただよ。自動放送とかがね、対応してるかもちょっと残念ながらクレーミー分かんなかったけどもね、結構この E5 歳地形って、実は宇都宮線とかそういうね、隠された線区でもね、運行できる力を持っており、びっくりしたなっていう風に思うんだよな。もしかしたらね、将来的には、この回送もね、営業運転になっちゃったりして、まあ、さすがにそこまではね、私もわかんないけれども、でもワンマン運転はできるし、ご両編成で、ワンマン運転するのも、ラッシュの時間帯じゃなければ、まあ、十分できそうしね、あり得るかなっていう風にクレーミー思うんだよな。皆さんはこのことについてどう思うから、もしよかったらぜひ、情報があったら教えてくれるとクレーミー嬉しいぞ。E5 歳地形のね、臨時の宇都宮線の運用、一体どういう感じで運行したのか、もし乗ったことがね、ある方がいたらぜひ、クレーミーに教えてくれると嬉しいぞ。というわけで今回はこれで終わりだ。じゃあな。